ますね。俺的に一番さんの印象っていうのは、例えば一番さんの位置で霊媒師が一気に使用した場合って、多分一番手八眼の見ない人物だと思うから、俺が自分で占い師で分かってるからこそ、多分一番手八眼が伸びない人物であることから、俺の先生多分一番さんが占い師、占い師に入ってしまう位置だなと思っているから、霊媒師に関しては、オナニープレイをせずに、使命の段階から出てきてほしいと思っている。騎士に関してはもちろんグレー盤面で出てきてほしいと思っているが、基本的に俺の個人的な意見としては、俺はフルオープンが一番強いと思っているので、騎士に関してはもう、スカミ以降から出てきてほしいと思っている。一番さんに関しては、多分、狼の、まあ、一番が村、狼だったらそれはそれでいいんだけど、村だった場合、多分、狼から黒になられるじゃな、というふうに。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。僕が真の占い師です。七白です、七白。把握お願いします。2番っていうのは、1、がっつり真目取りに行った発言取ってて、1に狼に黒塗りされるよ、みたいなことを言って、出たから、強めというよりも、ローメの方が高いかなっていうふうに思ってて、1、2ロールはないかなと思ってたかな。うん。1番さんの評価書に走ってるなっていうふうに思ったから、2番は1の村が透けてるんかなっていうふうに思ったから、1は釣りたくないですね。発言は全く伸びてなかったけど。1番っていうのは、占い1、云々かんぬんって言ってたから、ここはランダム白の、乱白の部屋やから、それは、一番さん知らないんだったら、そういうことですよ。ランダムで刺さります、初週ね。はい。だから、2は強めというよりも、ローメの方が高いって思ってます。霊のは1周目から出てきてください。騎士も1周目から出てきてほしい。2グッチョブ起こすのは難しいから、占い師減らず、こうさせてくださいと。4番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣営でした。使用はありません。ということで、2番さんが6番さんに白、3番さんが7番さんに白ですね。発掘しました。で、まず1番さんから触れていくと、1番さんは、進行論を述べたかったんだろうけど、2になったら、霊能釣り切りますっていう、まあ、意味のない発言を繰り返したら、まあ2周目1ではあると思うんですけど、確かに SG1、釣り1に候補には上がるかなと思います。占いじゃない、狼目は、今の時点ではわからないですね。発言的にないからね。なので、まあ、まあ、印象はあんまり良くないくらいですかね。で、2番さんと3番さんは、今のところちょっと、発言だけでは、わからない。ただ3番さんが1周目から騎士出て来てくださいっていうのが少しちょっと引っかかりますね。なので2の方が印象がいい、3の方が印象が悪いっていう感じです。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。23占い67白把握しました。カングレ145、まあ、直近4番さんに関しては、ちょっと3の絵のそこまで精査がついてないのにもかかわらず、審査げの要因が不当かなと思ってますかね。自分が占い師の時って、対抗の城先とかから仮に、役が出た時ってめちゃくちゃ嬉しいんですよ。だからその審査げは不当かなと思いますよ。占い師って基本的にフルオープンしてほしいはずだから。ましてや、神でも言うし、狼でも言うし、人外だったらなおさら言うと思うけれども、まあ、その下げ方はちょっといかがなものかなと思ってますかね。1への触れ方は2の方が若干違和感を持ってますね。2番さん視点でもしグレーズになるんだったら、別に1は何だろう、発言が弱い、伸びないから占い師に入ってしまうっていう発言が気になってますかね。だったら釣りゃよくねって思うんですよ。もし1が釣れない盤面になった時に2を、1を占うっていう発言だったら分からなくもないけど、ぐらいですかね。6番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。23は分からないですね。2周目聞きたいっす。まあ、グレーもね、1番も2周目みたいなもんだしね。まあ、4号が、まあ、1番と比較しちゃうと伸びてるように見えるけど、1が村で4号の中に人外がいるってこともざらにあるのがこの人狼ゲームなんでね。SG1 の村人を残して白狼を釣りたいっす。まあ、村を残して狼釣るってことですね。SG って村と狼がいるんで、だから狼釣ると。役をすかすのやめましょう。あとは柱は黒いです。鞍全般はいらないと思うので、まあ対抗出たら、これからの日は失いますよ。まあ一角したらもちろん釣ることはないんですけども、まあ濁るようなプレイをやるべきじゃないと思います。145はまあ2周目ですよ。うん。以上。7番
のプレイヤーが発言します。はい、7番です。よろしくお願いします。村田純也でした。1番にしようかと5番さん、そうね、2番さん通り、その1番さんが裏の位置入りって言ってるんだったら別に追跡なんじゃないって思ってしまったから、で4番さんに行きたいんだけど、2番さんも一応フロップ思考で一応付け足して2日目以降騎士が出てくるみたいなことを言ってました。サマーさんも初心が出てるって言ってるけどね。ただ、試行者に年に通ってるから、別にそこだけサマーさんにせとは言えないかなって。そこはご飯さんに取る人かなって思いました。うん、そこぐらいマスに引っかかってたよね。だから、今んとこね、一番さんが標準線だけはないかなって、それは思ったかな。何かしら標準で仕事してる風には見ながらやったな。盤面のこと言い過ぎだし、もう標準じゃ何もできないと思ってるから、放置にもいいし、つってもいいと思ってる。オオカミも同じあるからね。今んとこはそれくらい。6番さんについては、まあ SG ついたくないとは言ってるけど、現状色は見ないかな。うん。現状5番さんは知ると追ってるから5番さんついたくないです。2さんについては2周聞いてから、また。8番のプレイヤーが発言します。はい、例のです。正直占い師に関してね、フラットだと思ってるよ、僕。別にそこまで。だと思ってるかな。うん、めちゃくちゃめんどくさいのが、あんまり、グレー1で、そこまで2の方がとか、精査つけん方がいいかな。2番はこういうところが、3番はっていう風な言い方した方がいいかなと思ってるかな。うん、3番が噛まれた時ってめちゃめちゃめんどくさいから、その時ってね。っていうぐらいですかね。はい。2周目で釣り1。明確に言うけど、まあ、できればもう、一番黒いと思ってるとこって言ったらいいかなと思ってるんで。あ、印象いいのは僕6な。6かな。6番さんが一番。僕が、スムラの時に思ってることを言ったかな。9番のプレイヤーが発言します。じゃあ、その8番のローンで乗っ取りましょうか。2番っていうのは、新郎一だと思っている。はい、2番の発言からね。かつ、1番が黒塗りされたらきつい状況か。それは5番、7番と視点が違うけども、要素が違うけども、1番っていうのは、2番視点で1番自身を黒塗りされた場合ってきついと思っているっていう発言になっているから、1番つってもいいんじゃねとはなるけど、3番が1番を釣りたくないって言っているから、はい。一番弾こうかなって思ってます。はい。さすがにローっていうのはないかなって思っているんで、全然7番の言っている一番がローだと思っているのはおかしいと思っているって感じかな。まあ、そうっすね。6番って別に進行論だけだと思っているから、それは狼でも言えることだと思っているよ。以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、自分騎士です。使用します。まあ、使用しなくてもいいかなと思ったんですけど、2番さん、3番さん、両方とも占い師が出てきてほしいっていうことだったので、出ようと思いました。で、まあ自分が伸びなくて、うん、1番さんが、うん、1番さん伸びないから釣るべきとか、釣らないとかいう話になってるんですけど、今日はグレーから、あ、でも霊能2人いるんですか。すいません。自分だから、霊能釣り切りってそんなまずいっすかね。2番面だったら絶対霊能どっちかから行った方がいいと思ってるんですけど。自分9号の発言だったら、今んとこ5の方が白いかなというか、真かなって、村目かなと、村目線かなと思ってますけど、2周目の発言聞いて決めたいと思います。2番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、途中ちょっと発言途切れ途切れというかなってしまったので、8番が例ので太鼓っていらっしゃいますか ?1 番目ですか、グレツ目でよろしいんですかね。あ、5番例の把握です。はい。村に問いたいんだけど、俺が1番に関して、狼から塗られ、黒塗られ聖地だっていうふうに言って、それに対して、俺に対して、だったら、一番釣ればいいじゃんってめちゃくちゃなこと言ってるなと思ったんですけど、一番ってあくまでも二周目の人、の人物じゃなくて、一番から始まって俺が二番目で発言して、じゃあ二番さん目線に一番釣ればいいじゃんって、
めちゃくちゃじゃねと思うけど。じゃあ、あなたたちが俺の席に座って1番釣りたいですなんて発言しますか？な、言ってることとやってることがめちゃくちゃだと思ってるんですけど。じゃあ、あなたたちは私の席に座った場合1番を釣りたいっていう感情になるんですかね？僕にはそういうことを思わないんですけど。だから、なんか村、何言ってんのかなと思いながら思ってましたね。だ一番その発言っていうのは西目したいかなっていうふうに思っていましたけどね。だから、なんか皆さんが、じゃあ一番釣ればいいじゃんって、何言ってんのかなって思いましたけど、村勝てんのかなっていう印象です。まあ、2番面だから、例の詩は、西っぽい方が釣りますね。3番のプレイヤーが発言します。はい、これで2番のシーン終えますか。はい。三振進行で言ってほしいぐらいですけど、2番はじゃあ僕がローなの、強なの、じゃあ僕の相方はどこなの、2番さんは自己防衛に終始全部尽きて、うん、狼を探す意欲はあるの、2番さんは。はい。24ロロやと思ってますよ、ほぼほぼ。うん。2番さんに言っとくけど、まあこれ村が強いからちょっと大丈夫やと思うけども、僕目線ね、4が僕をなんかし、僕の審査機してて、僕で5が4の5、3叩きっていうのは不当だよっていうふうに言ってる、あの一周目の盤面において、僕目線で言ったらじゃあ4釣りで5が占い位置なんですよ。4は釣り位置で5は占い位置なんですよ。だからあなた目線っていうのは1はもう釣り位置で、ラストのウルフを探しに行くっていうことでしょ？村が言ってるのは。だからなんで1を釣り寄せないのっていうことでしょ？うん。SG1 にされるよって言って。うん。2の評価集やなっていうふうに1番に対して僕は思ったから1は釣りたくないっていう発言をとしてます。はい。ほんまに2、4、ローローやと思ってるから、霊能から行くんやったら8かな。うん。5の方が真っ当な精査してるから、2、4、ローロー8強やと思ってるかな。霊能から手かけんでもいいぐらいかなって僕は思ってますけど、霊能から行くけどね。はい。4釣って9占って、2の相方が9、霊能に色を見さして、まあまあでも、進路もあるから、今日は一応ね、58やったら僕は8ですよ。はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。はい。まず58精査をすると、1周目の発言では5の方が村だと、感じますね。で、8番さんの発言的に、1とか2とか占いについていろいろ触れてたけど、5番さんは考察をして、狼を探したい感じはしっかり見えてたけど、8番さんはどうだろう、あんまりこう、村目線ではなかったような気がするので、58、まあもちろん2周目の発言を聞いてたけど、58で言うと8の方が2攻めが高いかなと思うので、今のところは8から釣ろうかなと思ってます。で、進路進路でなかった場合、2、3があって、残りの1つは9が怪しいと思ってますね。うん。9番さん最終の位置で釣り位置も上げてなかったし、結局、何かにこう、なんだろう、見たところを取っただけで、僕は6番さんと似てるみたいな発言をしてたけど、まあ、だから、ラストウルフだとしたら9番さん結構固いかなとは思ってます。6番さん、7番さんからあんまり要素は拾えなかったので。で、2番さん、3番さん、3番さん僕叩いてましたけど、2周目の発言だと3番さんの方が新っぽいですね。ただ、2、4人狼の4はいただけないですけど。なので、そうすると、強人だった場合は2、9かな。まあもちろんね、発言聞いてからだけど、6番さん、7番さんはどっちを釣りたいか、どっちを怪しく思ってるかを、しっかり発言してください。9番さんもね、以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい。現状2番、3番に関しては、まあ今日の発言を聞く限り3番が新っぽいなと思ってますかね。ただ、これ対抗8番が1周目の一発目に、霊媒師を口頭使用しているので、まあ、もし8番が今日釣って白結果だったら、まあ、ほぼほぼ三振かなと置いてます。あの、6、7の発言から。ただ、8がもし釣って狼だった時っていうのは1個だけ懸念があって、8番の発言から3番が釣られたら、あ、噛まれたらめんどくさいっていう発言が出てるんですよ。だからこれが、三振、2強が透けている。で、しかも8番の発言から、印象がいいのは6っていう前置きを残してるんですよ。
だからこれは、6番さん、5パチどっちから行きたいか理由をつけと、あと2番3番どう見てるのかっていうのを6番さんだけしっかりちょっと上げていただきたいかなって現状を見てます。だから、もし2番が仮に強靭が過ぎている8番狼だった時はめちゃくちゃ7番に黒を打ちたい構図になると思うから、3番もその視点を一旦今日は持ってクロス占いをしてください。どの道も騎士が出ちゃってるんでクロス占いしてください。で、明日8釣ったらグレー行きます。それだけ先に言っておきます。今日8つったら明日 120% グレー行くので、今日は8番に投票をまずお願いします。6番さんは一応、8番を何で見てるか、2番3番を何で見てるのか、白先7番をどう思ってるのか、ちょっと求めすぎて申し訳ないが、一応これは、8番が狼として、まあそれも明日釣ってみれば色でわかるが、そこでちょっと判断したいところがある。8番の発言からね。だからそこだけ落としてください。まあ4番に関しては引き続き怪しい位置かなとは思ってますよ。9番が仮に狼で1番を白ししたら、6、7の白を知っている9番狼だったらもう4と戦う構図しか見えてないからね。以上です。6番のプレイヤーが発言します。7番のプレイヤーが発言します。マジか。5番さんっていうことはもう完璧だなと思ったね。8番さん左右残したもんね、それ。6番さんのことが印象いいって。たださ、オオカミで使う人それ貼ったらと思うんだよな、俺。普通6番さんは白だと思ったんだけど。どうだろう。まだわかんないか。2番さんについて言っとくけど、そのことについて、1番さんについてすればいいんじゃないって発言残してないことならです。なので5番さんを打ちたくないと残してました、俺は。この地に決めていいかなって思ってるけど、どうでしょうか。8番さん行って、8番さんの次第だと思ってるかな。今日の発言機会も2番さんのシーンはないなと思ってますけど、ワンチャン2番さんが連乗言いたくなくて、濁したように若干聞こえたんで、新郎新郎のワンチャンかなって思ってます。それぐらい、ちょっと若干1番さんが噛まれないんじゃないかなっていう懸念があるけど、まあ、一番さん仕事待ってほしいくださいって出てちゃったんで、一応一番さん騎士ってことは結構強いから、ブラインにとってね。そうだな。2、3どっちか守ればいいんじゃないかなっていうふうに考えていますかね。一応5番さん入ってる心境、2、3が心境で、グレーに狼もいるかもしれないんで、一応ね。そこは懸念した方がいいかなって考えてるんで。一応一番さんが心っぽいってことは守ればいいと思ってるんで、ワンチャン、3が心っぽく思われているか2番さんの鏡とかワンチャンあるかもしれないから、一応そこは懸念した方がいいけど。それくらいか。4番さんは比較して、まあ、一応ね、8日はすらすら出るなと思っているから、あとは9次第かな。ワンチャン4と9に強靭とか、あと6番さん強靭とかね。ただ6番さん強靭要素は正直拾えてないし、何かしらのことを起こすと思っているから、強靭じゃないと思って、6番さんは。8番のプレイヤーが発言します。7の精査って、どういう精査してるの？僕が偽軸で追っていて、なんで強靭を探し始めた今。8号が新境で出てるっていう目線ではなくて、8号が新郎で出てるっていう目線。普通に、5番に言うわ。8、6であったら、それ新方がいいかな。正直。2番が6番を囲えている盤面って、それしないでいいと思ってますよ。はい。かな。まあ、では。占いに関しては正直、2番の方が盤面とか色見えてないなって感じするかな。3番の方が見えてるなって感じはするかな。もしかしたらスキル差っていうところもあるかもしれんかなっていうところはあるけどね。はい。6でいいんじゃないの？これって進行させるんだったらちゃんと。で、明日村で8号で剣を打って僕釣られた盤面だったらもう6が白だった状況ってもう負けなんで。はい。
ぐらいじゃないですか。それでかけてみたらいいんじゃないって思ってますけど。6が黒だった場合って、全然いいっすよ。その場合って僕釣り飲みますよってぐらいだし。かな。はい。ぐらいかな。6番さんが生きてるかどうかっていうのを9番さん確認してあげて、9番さんのチャットでなかったら6釣りでいいんじゃないですか。って思ってますけど。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。はあ、いいっすか ?6 番さん。6番さん、今チャット使います。いるんだったら、6番さんチャット使ってもらっていいっすかね?いや、ぶっちゃけ、普通に戻るっすけど、8番さん。普通にクロスゴーエー刺した方がいいんじゃないっすかね。4番さんが雑に殴ってきたんですけど、後半1で、俺だけ最終ポジションだけ区別してんなって思ったっすけど、後方1って全員上げてないっすけど、釣り1。はい。まあ、そんなとこっすかね。7番さん、視点がバグってんなって思ったっすけどね。だから6番のどっちかに囲われてんじゃないかなって思ってるけど、6番自身の精査不能だと思っている。7番視点で、なんだ、心境、進路を追ってて、かつ、それで進路あるかもって。いろいろごっちゃだなって思ってるけどね。しかも5番の決め打ちは危ないと思っているから、7番自身囲えてんじゃないかなってワンチャン思うけど、はい。まあ4番自身なんか雑な殴りしてんなっていうぐらいですね、はい。まあ発言聞かない人は、きついなって思ってますね。4番自身が村だったに対しては。まあ、3番に関して人外だったら、心境一、どれでもあるなと思ったっすけどね、一周目の発言聞いて。まあ、そんなとこっすかね。今日、霊能からいきます。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番の遺言を発表してください。あ、まあいいけど、必ず明日5を釣ってくれるんならいいっすよ。それを絶対してくれるんだったらいいっすよ。で、占い決め打ちね。占い決め打ちさえミスらんかったら全然勝てるんで。さ、3番さん僕2戦に見る理由っておかしいと思うよ。2、3って2人とも言ったよね。インさんが言ったのが、一周目から霊能出てほしいって言ったから出たんだよ、僕。3番に関しては正直意味がわからんなと思ったかな。うん。必ず5を釣るんだったらいいよ。まあ、どうせ1噛まれるだろうから、今日って。まあ、いいっすわ。一番黒いなと思ってるの7番。7番に関しては、昨日の、さっき言ったこともう一回言ってみ。同じこと言ってみ。意味わからんね。人外多いから。はい。何人おんなって思ったからね。ぐらいっすかね。6強、6に強人がいてとかっていう精査してたけど、6に強人がいましたってなった状況下って、普通に考えて、進路しかないんだから、7番は何を精査してるのかなって思ってたぐらいっすかね。はい。進路って言いたかったのって思ったかな。はい。ちゃんとまとめて話してみてください。一番黒いなって思ってるのは7番さん。はい。ああ。イコールおのずと3が2000になるね。実施点。はい。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。うどうしたけど、ゲーム配送にならなかったんだ。うどうとしてた。何の話も聞いてねえけどな。やべえぞ、最短 PB にならないから平和乗れないよね。やべえぞ。挽回したいの話も聞いてねえから、多分、霊能が誰だかすらわかんない。あ、5番か。5番霊能だったか。霊能ワークつけたぞ、俺は。夜が明けました。
昨夜は1名の方が亡くなりました。1番、2番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、霊能から言ったので、まあ普通にクロス占いしたんですけど、これ誰かが言ったけど、騎士が出てるからとか言ったけど、俺ちょうどその時、1番が発言が始まった時に俺接続切れてですね、誰が騎士か分かんなかったから、チャット打とうとしたけど、多分打てなくて、どこかなと思いながら。ただ、7番が臭いって発言が出るので、7番は志村かなと思ったから、まあ、志村か陣外かなと思ったので、まあ、7番だったって感じですかね。騎士どこか分かってない状態ですね。はい。まあ、多分1番かまれたから1番騎士なのかなと思ったりして。はい。てか、よく俺6番に行かないなと思って。まあ、俺は6白出てるけど、まあ、6番が発言できないからさ、俺の6番行く進行が俺一番正しいって思ってるけど。かな。だって、例えば8番が真だった場合って、今日って、6番が接撃場合って、8番が陣外じゃない限りって6、2番目なので、陣外者村さんだから負けちゃうだから、6番釣る進行しか俺はないと思って言ったんだけど。だから、まあ、俺は真だけど、まあ、6番白結果出てるけども、まあ、しょうがないから6番いったって感じなんですけど、まあ、正直言ってなんか黒い石がなんか出てないような感じがするんですけど、なんか村がなんか一瞬目の話を引きずってるから正直言って分かってないっていう感じですかね。まあ、とりあえず今日5番いきます。3番のプレイヤーが発言します。うん、っていうか2言ってくれん。白先の6番詰めるとか言ってんねんけど2。もうちょっともう、分かってくれると思うんですけど、はい。2行ってくれない ?2 行った方が村強いと思ってるけど、5行くより2行った方が強いと思ってるけど、5は8白でしょ?うん。5死んで決め打つわけじゃないけども、8白って打ってるから、ただ2で1陣外確実釣れるんですよ。でも7白打ってるから、強臭いなと思うから、強臭いなと思うと、5は白いけど、白老1なのかなっていうふうにも思うけど、2行ってくれん?うん、2落として、4級占ってぶち抜きたいかなって思ってますかね。村が飲めるんやったら2行ってほしい。はい、2の芯切ってほしい。6釣りないでしょ。うん。はい、自分の白先やしね、この人。4番のプレイヤーが発言します。うん、2の芯は追えないですね。で、6、だから6の強もほぼほぼ追えないでしょ。進路で6強なんて、まあ別にほっといてもいいし。けど、3番3が狼、5番3が強とかだった場合、次、6番3ほっとかれるから4人になって PP でしょ。だから、それはできないかな。うん、だから今日は普通に5番さんしかないでしょう。あ、そうか、5番、6番さんあれだから一緒なのか。2番、5番ね。2番から行ってもいいかな。うん、そっか。6番がめんどくさいな。だから2番さんの意図が、そのゲーム的に行ったのか。あ、ちょっと待って、切れちゃう。ちょっと待って。ゲーム的に行ったのか、狼だから、強人だから行ったのか。まあ、それを置いといて、どっちも一緒なのか、めんどくさいな。こういうゲーム嫌だな。だから、とりあえず6番さん置いときましょう。だから、5番さんの発言聞いて、5か2、どっちかに入れる。うん。かな。人外目高い方に入れる。まあ、5番さん白っぽいけどですね。かな。で、ラスールはその場合は9番3、6角だもんね。終われなかった。まあ、とりあえず今日2か5、どっちか発言聞いて入れます。5番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、ほぼ4番じゃないかなと思ってますよ。6がいないんだったら、今日は5番に行ったら4番さん負けますよ。6の投票はないんでね。6番はいないんで。だから今日はもう8を釣った以上、6は放置で、もう合心進行を村はもう取るしかないです。これは9番にも言っておきます。9番は2番、3番どちらを釣りたいですか?
これは明確に、まあ、2番を釣りたいと思ってますよ。現状は。ただ3番に関して1個だけ言いたいのは、5番の白老一っていう発言が出たが、5が狼だった時に8番が霊媒使用していて、2番3番で出てきて、2周目にチャット使用して出てきてきた5の狼を追うってことは、これは4番を怪しんでるから、3目線だったら2強だった時って、5、9、ローローとか追っているんですか？9番に関して繋がっている要素があるとしたら、まあ7番を占わせるクロス占いを提案しているところですかね。なんか、俯瞰視点で見てるとめちゃくちゃ狼っぽいなとは思ってるんですけど。だからこそ9番が今日2番、3番どちらに行きたいのかっていうところはしっかり言ってほしいかなと思ってます。はい。2番釣りでお願いします。6番のプレイヤーが発言します。うん。ちょっとね、うとうとしてしまったんですけどもね。8番が釣られたといいの奥さんだけど、8番が霊能ってことなんだね、これ。安定策取るなら5番に行くしかないんじゃない ?5 番に行くしかないんじゃないのって思うけど、村が勝負かけるなら、まあ、まさかの94に行くか、23に行くかってことなんだけど、どうするのか。まあ、7番がどう思うのか。まあ、5番が普通だけど、8と5ってそんなに、俺もあんまり8の話聞いてないから5番がそんなに真なのか。怪しいならもう一回らない結果聞くか。普通に考えれば4番か9番にローがいて、2番か3番ローがいてって感じになるんでいいんだからね。5、8が多分霊能なんだね。話の流れを聞くと。いやー、もう、まさか8番が釣られたとこでなんか遺言の時が起きたわ。うん。7番のプレイヤーが発言します。これは6番3目がやってありがたいなっていうふうに思ってるけど、いや2番損失も言いづらいし、だがな、一応ね、俺は八幡さんと9番さん返しちゃうけど、一応ね、新郎新郎追ってで4962強人っていう目線ね、一応落としただけ。めっちゃ叩かれたからさ、ただその場合って2番さん俺に来る打つんじゃないかなというヒヤヒヤしたけど、で白なんでしょう。悩むちゃ悩むけど、ただ発言で締めない2番さんだからな、正直言って。うん。で、8番さんにしてるのが、この前提が覆されるから、ちょっともう分からなかったきたってとこですね。うん。どうだろうな。5番さんが多くなった場合出る必要がないんですよね。よほど発言自信持っていて、霊能で新決めてるなって思ったからできたって、そういうのは多いなくないけど、まあ、2番さんが6番さん行く進行を取りたいって言ったら、8番さんも言ってたからな。若干それが二足っぽく感じてるんだが、ただな、6番さんいなかったからな。悩むな。2番さんとのラインって言ったらもう、4番さんがかなり切れてはいるけど、まあ、そしたらあと9番さん残るけど、9番さん視点、俺が主になって、どう見てくるかって話になってくるんで、どうしようかな、これ。逆なのかな。8進5ボ、狼とかあるんかな。悩むな。俺は一応に行くとだけ言っとくけど、安定進行を取るなったら5か。2、5。ちょっと待って、悩むわ。9番のプレイヤーが発言します。いや、安定で取るんだったら5番かもしれないけど、いや、7番の発言聞くまでずっと新郎新郎を追ってたよ。7番強人の。いや、7番自身、強人じゃないんだったら、そういう発言、慎んでほしいかなって思ってますね。はい。盤面ごちゃるんで。5番何言ってんの ?4 番自身って、確定人外9になんの？けど2番いけますね。どういうこと？いや、2、3の審議はまだ、どっちかわかんないが、まあ、2番のワンチャン芯を追ってるが、2、3精査した場合って、3の方が芯が高いと思っているが、実時点で確定人外になるの4番だと思っているから、新郎新郎追わない限りは。その7番強人で新郎新郎追った場合って、3号ローローかなって現状で思っているが、7番強人の、7番の発言聞いて、ああ、そういうことかって、思っちゃったから多分ないなって思っているから、現段階で。だから4番確定人外になるんで、4番行きたいっすね。はい。4番自身って確定なの9になるのに対して迷ってんすよね。
普通だったら、4.9 じゃね？って思うんだけど。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放イメージしかないですね。まあ俺って結構まあアドベンテージが低くて、まあ一番の騎士を把握もしていたから、把握もっていうか俺接遇していたので分かんないから、多分無理だろうなと見ながら感じでしたね。まあ6番と7番が確証ですけど、ラストルフとしては4番と9番正直言うと分かんないですよ。まあ、4番に対しても、まあ、俺のこと見てる視点もわかるし、9番に関しても別に普通のこと言ってるなっていうイメージなので、どっちが苦労さがっていうのが分かってないですね。てか、むしろつく方、戦車がつく方が、俺変だと思っているから、4番と9番に関しては分かんないんですよ、正直言って。まあ、村は負けなんでしょうけど、まあ、エノシー勝手に決め打ちしちゃってるから、なんでかなと思いながら。まあ、6番が1日の段階で発言切れていたので、8番が真だった場合って6番釣る進行しかないって思ったけど、村ってどう言って進行取ってんのかなと思いながら見ていました。はい。まあ負けです。負けですかね。まあ8番が西であることを考えるしかないですけど、基本的に太鼓の3番に関しては狼で見ていて、5、8のうちが真だと思ってるから、まあ割と負けなのかなと思いながら。はい。おつ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。3番、4番のプレイヤーが発言します。はい、白？ 2 番さんが白で3番さんが噛まれた。5人残り。白？ということは、3番さんが地紙はないでしょ、この画面でね。狼だったら。だから、二神三強か、三神二強か。ん？そしたら、違うわ。この場合は、5番さんが破綻してるから、どういうこと？ 3 の地紙しか追えないじゃん。ということは、9、5、どっちか。何これ、どういうこと、白でしょ。そうか、破綻してないか、3って9か。だから9番さん、だから、俺目線、6、7は白角で、あっても強靭でしょ。だからこれはほっとける。で、5番さんか9番さんが、狼だから、で、9番さんなぜ4番に入れたの？あれ、4番さん確定じゃないでしょ。4番が陣外だとしたら、もう1陣外、2、3に残ってて、2、3を強で置いてたってこと？陣外いるってこと？だからその目線おかしいから、9番さんおかしいでしょ。だから今日は9番さんいきます。5番のプレイヤーが発言します。はい。3番地紙なので、ほぼほぼ9番かなと思ってますかね。3番は4番を明確に狼で置いていたので、これ、自分の芯が、2の白結果が落ちるのを防いで地紙しているので、多分9番だと思いますよ。まあ、間違えてたら申し訳ないけど。ただそれでも勝てるんで大丈夫です。俺は9だと思うけどな。
3番は1周目からずっと、4番に対しての言及をしていた人間で、9番に関してはあまり912だったらどこでもいいっていう発言が出てるんだよね。で、なんだっけ、なんつってたっけ。4番を占い師に持っていこうとしてたから、まあ、これを、仮に3、4、ロー、ローで身内を切って俺が強くな、クロス占いをさせた発言から、3番を地神させているとは俺思えてないから、ほぼ9だと思うかな。だから、まあ、6が残ってたのは良かったっすわ。安心して9に投票できます。ぐらいかな。まあ、ただね、4番に言っとくと、まあ、9番の言ってることは合ってるよ。仮に、5% が神教の時は、2、3、神老の4視点は9の狼が確定するから。だから9番が7番を強靭視して、神老老を追っているっていう視点に関して、7番を、まあ、占い師に飛ばさせたい行動なのかなっていうふうに俺は思っていたし、めちゃくちゃなんか、1周目の一発目からずっと俯瞰してんだなとは俺は思ってたけどね。だから9番が狼かなと思ってますが、どうでしょうか、6、7は。6番のプレイヤーが発言します。まあね、どうするかだよね。アンテ取るか、まあ9、4で勝負するか。まあ、いいんじゃない ?5、8の話をしてもあともに聞いてないから、俺には精査ができないからね。いいんじゃない、もう、7が5番を決め打つならば、9、4のギャンブルで、特にいいんじゃない俺は8と5の、8の話をちゃんと聞いてたわけじゃないからね。2周目は特に。なので、精査がつかん。5、8で出てたのね。2番が白なら3地紙しかないってことだよね。まあ、今回はまあ任せるわ。ニズリが正しかったのかわからんけど、まあ5番が人外なら正しくなかったってことだからね。まあ、5番が死んであれば正しかったかもしんないか。2神に移ってしまったら。まあ、7番に任せます。7番のプレイヤーが発言します。いやマジわかんねえな。いやこれなんだろうな、はたか見たらサーマーさんが地神するメリットが全く感じられないんだがな。サーマーさんがどっかに素人で地神するのはわかるんよな。で5人盤面だからまだ PP にはならないから、3番さんがかまずにどっか噛んだ場合って5人だから、いやあ。ごめん、待って、一応さ、4と9の話聞きたいから、一応今日5番さん釣りでお願いしますわ。わからんからね。4と9か。9がいきなり4に行きたいって言ってたのがなんかびっくりしたけど。9番さんがなんか若干だけど、2、3、4につかない4に行きたいっていうのは、まあ確かにわかるんだけどさ、理由としてはね。ちょっと悪いけど、今日5番さん行かせてもらう。悪いけどね。うん、はたかって時間が分からん。9番のプレイヤーが発言します。いや、あんなきしんって言われてる状況下の中で地神するメリットってないと思っているから、5番強靭で2番の黒結果を見せないために白結果打って助けに来たんだなって思っているから、4番ローで2、4ローロー5強靭だと思うけどね。最初5番が白結果出した瞬間的に盤面追いつかなかったけど、ああなるほどねって思ったかな。はい。それで4番5番で9番を釣り押す構図で9番を釣り押したところで勝とうとしてるのかなって思っているから、多分4番行ったら終わりでしょって思っているんだけど、はい。だから3番死んで地神するメリットってないと思っている。3球ローローだった場合ってあそこの盤面で2番釣った後に対して4番釣って終わりっすね。はい。仮にね。だが3番自身真だと思っているが、ただ2番の真にもつかないが、2番視点で2番黒だと思っているから、2番釣って、かつ5番がわず白結果して盤面ごちゃって、4番の黒が見えてるから、5番が強靭が助けに来たんだなっていう線から。4万つったら終わると思ってるよ。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。
票が終了しました。追放されるプレイヤーは、9番の遺言を発表してください。いえ、どうやったら3級になるんだろう。だから5番強靭かなって思ったんだけど。違うの？どういう考察してんの？3番視点で4番をあんだけ怪しむ視点があったんだよね。5番視点で何？9番が1日目の段階から1番を白弾きする構図って4番と戦う構図になるからっていう発言まで落としたのに対してラス1って9番になるの？いや、3番自身って4番を怪しむ視点持ってたんでしょ。4番が占われたくないから3冠弾じゃないのって思うけど。わかんねえよ。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番4番のプレイヤーが発言します。ね、完全に負け盤面だったけど、とりあえずね、3冠で、4級でね、で5も混ぜて、まあ方法勝てないだろうなと思ったけど、5番さんがね、ありがとうございます。じゃあ、6番に入れます。6番です。5番のプレイヤーが発言します。はい、24スケスケだったんで、どうやって勝てるかなと思って考えておりました。終わったら全力のありがとうとギフトをお願いいたします。まあ、結構9番釣る要素はあって、釣れる要素はあって、まあ3番を、地紙させた時って白くなるのは9番だし、3番が占い値を残したかった時って4黒結果っていうこと、3が仮に狼だった時っていうのは、だから、2番つって白結果で、3番が狼だったときに、5の芯が透けているっていうのは分かったときに、4黒落とすと必然的に9番の狼が露呈するからっていうのを残したかったんだよね、俺は。だから3番を地亀させた9番狼っていうつなげ方をしたかったです。じゃあ気持ちよく6番に投票します。6番のプレイヤーが発言します。あのね、まず、8番を釣った村が悪くて、ロラをしない村が悪いんだよ。まず5番の押ししない、2日目に。2番抜き目打ちに走って。俺ちょっとね、7番の話まで聞いてたから、ちょっと一瞬だけうとうとしてしまって、5番に投票できなかったんだけど。9番も悪いんだけど、5投票だろ、普通よ。何考えてれば4投票できんの ?5 投票まずしろよ。4番が陣外で5番が陣外ならあなたで2票来るんだよ。5投票して決戦させればいいだけのことだろ。5番って破綻して気味なんだから。なのにもかかわらず4番が5番に入れなかったら俺は4番に行こうと思ったよ。7番の話聞いててさ、で、ちょっと一瞬だけアウトとしてしまって5番に入れられなくてね、気づいたら9番が釣られてんのよ。今日見たら何やってんだろうと思って。5番に行かなきゃダメ。8番を何する、まず精査能力の低い村。5番をロラできない村。事実上破綻してるようなもんなのに。いや、ダメだって。前の日から4番に行き続けるんじゃなくて、5番に行ってくれよ、村は。何、8番がそんなに死んなかったの？俺も最後ちょっと一瞬、ちょっと、油断したっていうか、あれで5番に入れられなかったけど。いや、もう、でも、同票になってくれたら5番行ったんだけど。あー、ダマいで。全プレイヤー。その疑いには、どんな根拠があるのかな。ちょっと完全に眠った。7番の位置で5番入れるつもりが、でも9番もないって、そのプレイは。5番に入れろよ、まずよ。
なんで4番に入れ続けるそんな自己中プレイの繰り返すんだよ。追放されるプレイヤーは5番の信号どうやって追ってんのよ。6番安定で5行っ